この前のラジオでポストカードっていうのをやりましたけど、ポストカードをね作りました。4種類、あ5種類かな。ポストカードはね、作ってね、そのままほったらかしになってたんだよね。あれをなんとかしたいなと思って、頑張ってね、豆彦と、イカ彦の、ポストカードを作りました。欲しい方は言ってくだされば、封筒に入れてお送りします。まあお店に行けばね並んでるので、まあ12月に入ったら並べようと思ってるので、また欲しい人はそこで、まあ欲しい人なんてねいるのかなと思うけど、この前のコメントにね、豆彦らしいものがあるんだったらいただきたいですっていうのも書いてあったり、ポストカード作るのは好きなんだけどね、ポストカードを集める趣味がないので、ポストカード作ってもどうなのかなと思ったんですけどね。この前ポストカードってラジオで喋っちゃった関係で、ポストカードを作ったので、まあもらってくださいっていうのも変だけどね。まあそんなこととね、まあ12月に入ってイベントが、イベントって、吉野と、お芝居と、まあ来年1月にもお芝居があるので、こういうチラシをね、チラシ類のデザインなんかも全部僕が、してますし、それ入稿したり、紙質選んだり、してます。それはまあ僕ができるからで、外に頼むとお金がかかっちゃうので自分で、見よう見まねで覚えたっていうことに過ぎず、過ぎないですけど、チラシがダサいっていうのはあんま好きじゃないんだよね。チラシがダサいっていうのいっぱいあるよね。なんだこんなにダサいんだろうっていう。でもそのダサさがまたいいってこともあるからね。なんかちゃんとしすぎてて、逆に目立たないってこともあるのかな。まあよくわかんない。そういうことはよくわかんないけどね。自分で作ってるものは、ね、シンプルで品のいいものがいいなと思っているので、チラシやポストカード、冊子など印刷関係は、作っております。はい、ということで今日のテーマは街路樹。はあ、街路樹ね。僕は自然が好きですから、東京にいても街路樹をよく見ます。まあ東京だとまあろくな街路樹ないんだけどね。横浜あたりだとね、日本大通りあたりの、イチョウ並木や何かはね、とても素敵ですけど、東京でね、これだっていう、まあ何、絵画館前のイチョウ並木とか、まああれもちょっとこれ見よがしでやらしいけどね。うん、まあ全体的にだからもっと日本の街路樹はなんとかせにゃいかんね。
や、街路樹に限らず、日本っていうか東京の、緑化計画は明らかに間違ってると思いますよ。だからもし僕が、権力があったら、東京の緑化計画をやり直したいね。まあこれも、まあまた金ってことなのかな。とりあえず経済を優先させて、まあ景観だとかは後回し、次の世代ぐらいがやればいいんじゃないのって、そんな感じなのかしらね。そもそもね、この前マメクルを、まあ今マメクルは公演、いろんな公演で撮ってるんだけど、確か影山が、僕が公園に落ちている落ち葉を見て、あ、これは欅で、これは桜だけどねって言ったら、え、葉っぱ見ただけでわかるんですかって言ってたけど、それはわかるよって。木を知らない人っていうのが多いね。まあ僕もね、お魚見て知ってるかっていうと、魚に並んでるものは大体わかるけどね、難しいやつだと名前わかんないから、まあ人それぞれでしょうけどね。じゃあ僕の、僕がよく見る街路樹の木っていうものを紹介しますとね、まあまずイチョウね。これイチョウっていうのは東京にはいっぱい生えてますよ。東京のマークにもなっている。これイチョウっていうのは火事に強いんだよ。表面がコルク質だから。なので、神社仏閣とか、昔はね、江戸の大火って言ってしょっちゅう火事が起きたので、火事が広がらないようにっていうこともあってか、東京っていうのはいっぱい街路樹にイチョウが生えてますよね。でもこのイチョウっていうのはね、黄色くなると秋のイメージなんだけど、東京だと暑いからね、クリスマスの時期と被るんだよね。だからクリスマスのイルミネーションとイチョウの黄色くなるのは同じ時期なので、それイチョウが悪いわけじゃないんだけど、まああと銀杏臭いからね。まあだからあんまり僕はイチョウ並木ってのはそれほど、さっきの絵画館もそうだけど好きじゃないです。あとはね、ケヤキね。ケヤキのイチョウ並木っていうのが、甲州街道、国道20号なんかは、まあイチョウ並木があって、イチョウ並木っていうのちょいちょい、仙台のね、広瀬通りっていうのかしら、イチョウ並木が綺麗ですよね。イチョウの、イチョウっていうのは木偏に、学ぶみたいな、要は手のひらっていう、書くのでね、樹形がこう手のひらを広げたような形になっているイチョウが、まあ理想なんだけど、まあ今はね、その何ともみすぼらしい欅も多いね。でも欅自身は紅葉もして葉っぱも落ちる紅葉樹だから、僕は好きです。あとね、まあ街路樹で公園なんかでよくみんな東海でね、名前言っても分かんないっていう人多いですけど、今頃の時期になると真っ赤に紅葉して、公園なんかで、あ、紅葉綺麗だっていうようなのはね、東海でって、東は中国の東ね、に海で、東海でっていうのはとても綺麗でいいですね。あとユリの木、
百合の木っていうのはね、百合ですか？っていうけど、花が百合の形に似てるからそうつけられたんだけど、別に百合、あの百合が大きくなると木になるわけじゃないのよね。これはね、多摩プラザのね、多摩プラザのところにね、百合の木の一本道でね、いい街路樹というかな、まああれも剪定しちゃってちょっとみすばらしいとこあるんだけど、百合の木がね、ビーッと通ってるところが、あそこもあるな、梅ヶ丘、共同から、共同のあたり、百合の木の一本道があって、こういうとこはいいなと思うんだけど、割と そういうとこの下にカフェがあるわけじゃないからね、ただ、ズドンとありますよっていう。あとはね、プラタナスね。このプラタナスの街路樹っていうのはね、プラタナスってでかくなるんだよね。もう大きくなるとね、セントラルパーク、ニューヨークのセントラルパークなんかにあるプラタナスだともう巨大すぎちゃったね。なんだけど、東京はね、もう言うのも嫌だ。まあ、渋谷の公園通り、あそこに生えてるのはプラタナスなんですよ。これ鈴掛けの実って言ってね、葉っぱが落ちた後、ちょうど鈴のような、イガイガムシみたいなものがぶら下がっててね、樹皮が、ちょうど鹿の模様みたいな、白と、グレーのまだら模様ができていいんだけど、このプラタナスもね、でかくなりすぎるってる、なりすぎるせいかね、東京だとバンバカ剪定してんだよね。あんなんだったらね、植えなきゃいいのにと思うんだけど、植えて、上海に行くとね、上海のちょうどね、フランス疎開のあたり、このプラタナスの並木がずっと続いてるんですよ。まあ、上海に行くと疎開っていうのは、昔、ヨーロッパ人や、がね住んでたところにそのプラタナスが植わってるんだけど、あれは真打ちって言ってね、真ん中のトップの成長するところをバッサリ切っていて、そうするとその両サイドから芽と枝が出てね、それがうわっと横に広がるんですよ。で、横に広がって、木と木の間が狭いから、なんかこのプラタナスのトンネルができるわけ。そこがなんともいいんだよね。上海っていう中国の町に、まあヨーロッパ的な建物がちらほらとあった疎開の通りはね、歩いててもそういうとこに、カフェとかね、ちょっとした、屋台みたいなとこあっても楽しいんだけど、まあ日本にはそういうとこないね。プラタナスの並木でいいのって東京にない。あとは北海道だったら、まあそうね、北海道だと、まあ、ポプラの木っていうのが、まあ、ずっとあってるけど、北海道のポプラ、北大のところにあるね、ポプラ並木ってね、有名なんですよ。まああれは要は防風林なんだと思うんだけど、これ、うん、いいんだけどね、でかすぎて。北海道のポプラの並木は本当にでかすぎてね、まあまあ北海道は北海道、北海道は七かまどなんかがいいね、むしろ。あと東京だとクスノキね。これもね、クスノキとケヤキの違いはこの前の豆くるでも言ったけど、あんま通じてなかったみたいだけど、クスノキっていうのは常緑樹だから、東京でもよく見るね。だけど街路樹っていう感じでもないんだよ。なんかやっぱり街路樹って秋になると葉っぱ落としてほしいっていう、掃除が大変とかうるさいやついるだろうけど、やっぱり葉っぱ落としてほしいと思うからね。クスノキってでもね、春先にね、常緑樹なんだけど葉っぱがわっと落ちる時あるんだよね。新芽に変わる時、クスノキの葉っぱがパラ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 落ちてるのはね、あれはあれで春先に綺麗だけどね。あとはね、まあ円樹とかね、円樹はね、
成城のあたりにちらほらと入ってるマメ科の植物でね、まあ言ってもほとんどの人分かってないだろうね。まああとはさ、まあ、花水木もね、ニューヨークだとねこれドッグフラワーって言うらしくてね、5月頃ライラックと一緒に、確かライラックも咲いてたと思うんだけど、ニューヨーク、まあニューヨークもね街路樹なんてものはないんですよ。全部セントラルパークの中で完結しちゃっててね、街中にそういう気の利いた街路樹っていうのはないんだけど、花水木はちらほらあるね。春先に咲く花も綺麗だし、まあ秋口の今頃赤い実つけてね紅葉したりするのもまあいいっちゃいいかな。まああとはやっぱり桜並木、この桜並木って言ってもね、まあソメイヨシノ、桜ももう今寿命なんだってね。だいたい戦前なのかな、戦中なのかな、まあその子に植えたやつが今もう老木になって、桜の寿命は短いらしいから、今ソメイヨシノっていうのはみんなまああれ一つの全部クローンだからね、だから一斉に日本中で桜の開花宣言っていうか開花カレンダーっていうの、開花マップか、ああいうのはみんなその同じ木のクローンだから、そういう開花予想とかそういうのができるらしいんだけど、今ソメイヨシノっていうのを植え替えて、みんな今神代あけぼのっていう桜に変わってんの、変わってるんだよ。あれソメイヨシノより、ま、若干花の色が濃くてね、神代っていうのは神代寺の神代よ。神代寺って知らないか、調布のところにある神代って深い、大きい寺っていう神代寺、そこのところにねある神代植物園っていう、これまたね本当にどうでもいい雑学で恐縮なんですけど、神代寺って深い大きい寺って書くくせに、植物園になると神様の代々の植物園って字が変わっちゃうのよ、神代って。その神代植物園のところでできたらしいよ、桜が神代あけぼのっていう、この神代あけぼのっていうのが、これからのソメイヨシノに変わる桜になるということらしいですよ。でまあこれもね、まあ要は金だろシリーズだよ。まあ要はお金がね管理しやすいものにどん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 変わってきて、街路樹もねなるべくその大きくならないとか管理しやすいとかそういうものになってんじゃないの。だからまあ東京に限らず、さっきのね仙台の広瀬通りじゃない、定禅寺通りだな、定禅寺通りの欅とかそういうふうにこう綺麗な街路樹があればそれだけでその観光地っていうの、観光にもとてもいいと思うわけね。そしてその木が大きくてそこにその枝が張って葉をつければそれだけでその日差しを遮ることができるでしょ。でその下にベンチなんかを置いてねカフェにしたりすればとてもいいと思うんだよね。
これが嫌だっていう人っていないと思うんだけど、今うちの店の隣のエクセルシオールが公園通りに、なんか申し訳なさ程度に1個か2個テーブルとベンチ置いてね、なんかただいま実験中とかってやってるけど、あんなとこ頼まれたってね、あんなとこにテーブル置いたってしょうがねえよなって思うよね。まあコロナ対策で換気がいいってそういうことなのかね、よくわかんない。まああの三茶のお店の前もね、まあみすぼらしい鼻水毛がブラブラブラって、並んでますけどね。本当はね、東京だから、東京っていうか都会だから、あの気の利いた美術館があって劇場があって、そこに、歴史を感じるような並木通りがあって、そうそう、もう銀座の並木通りだってもうしょぼいもんね、台風の時に折れちゃったりしてね、そういうのがあって、その木の下でカフェでねお茶が飲めてとかって、まあちょっとヨーロッパ的かもしれないけど、そういう街路樹っていうのってなんでないのかね。まあその時には電柱も埋めなきゃいけないんだけど、ねえ、どうせコロナでどうたらこうちゃらって言ってんだったら、そういう風に何かこう次の世代に残せるような街づくりとか景観っていうのは残せない、まあ無理だろうね。もうこれだったら一等もういっそ遷都した方が早いのかもしれないけど、どうも東京の街づくりっていうのはもう手に負えないっていう気がするけど、僕が移住した方が早いよね、自分の人生考えると。街路樹のことを話すと暗くなります、いつも。この道はいつも手をつないだね、拗ねたりおどけたりはしゃいだけれど、春になり夏になり、コートを着る頃、なぜだかあなたをそっと遠ざけた。夢中になるのが怖くなったのよ、無償の優しさも私には辛くて、この道を曲がって小さな口づけ、あれから連絡も取らずにそのまま、プラタナス並木は涙色の風、10年と2ヶ月が過ぎたわ、キスからごめんねも言えずに、幸せに幸せに。
して